いいお宿でした。ありがとうございます。あれこれ動画なんですか？こっちは動画です。ああ、ありがとうございます。また来てください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おはようございます。スネドラです。昨日の雨は夜のうちに上がって、今朝はすごくいい天気になりました。すだち庵の皆さんに気持ちのいいお見送りをしていただいちゃいました。本当にいい人ばっかりでね、おすすめのゲストハウスです。しかも今日歩く峠道の入り口がちょっと分かりにくいかもしれないからって言って、入り口までついてきてくれたんですよ。本当にね、優しくって助かりました。またいつか遊びに行きたいですね。今回は前回と違うルートで13番大日寺を目指す予定です。前回は神山温泉の方を回って行ったんですが、今回は玉形尾っていう峠越えをして13番の方に向かおうと思います。前回と同じルートだと面白くないんでね、今回は峠越えのルートで進んでみようと思います。お祭り金魚さんの動画に出てたお地蔵さんです。1年以上経っても草が全く同じように生えてるんですね。上村旅館さんの標識です。ここから先はこの上村旅館さんの標識を頼りに歩くことが多くなります。上村旅館さんって、遍路道のルート上にあるんですよね。なのですごく助かります。昨日の夕方の土砂降り見た時には、今日のこの峠越えはもうやばいかななんて思ったんですけどね。今朝はこんな感じです。本当に気持ちのいい山道が歩けてます。しかもすでに前を歩いてる人がいるみたいで、蜘蛛の巣がほとんどありません。朝一の山道って蜘蛛の巣が多くて困るんですけど、これには本当大助かりです。そういえばすだち庵のともちゃんに、たまに道を間違えるお遍路さんがいるから、ルートの動画をしっかり撮ってくれって頼まれてたんですが、しっかり撮るのを忘れてしまいました。遍路標識をきちんと見てれば、大丈夫なので、皆さん確実に歩くようにしましょう。はい、玉形尾の入り口に到着しました。今まで歩いてたところは峠道ではなくて、峠道の入り口に、行く道だったみたいですね。ここからが峠道になるんですが、いきなりきつい急登なんですよ。ここの峠ってきついっていう人ときつくないっていう人が両方いるんですよね。なんでなのかなと思ったんですけど、どうもきついはきついんだけど距離が短いので、さほどでもないっていう評価する人もいるんだと思います。またカニ発見しました。怒ってますね。さっきのもそうですけど白いカニです。南アフリカの男性、昨日大雨の中ここを歩いたんですね。大雨だと視界も悪くなるし、ところどころ分岐もあるので大変だったんだろうなって思います。本当にお疲れ様でした。玉形尾の峠は登り出してから30分強ぐらいで、登り切りました。なかなかきつい道でしたけど、30分ぐらいだからね、なんとか耐えることができました。ここから先は、なだらかな舗装路をひたすら降りていきます。玉形尾、これ普通に読んだら玉形峠ですよね。なかなか読みづらい字です。玉形尾を抜けるとすぐに休憩所があります。動画はうまく撮れなかったんですが、奥にトイレもありました。私は靴を2足持ってきてるので、ここでランニングシューズに履き替えます。ここからはひたすら気持ちのいい道を降りていきます。ここは別名天空の遍路道って呼ばれてるみたいで、ベテランの遍路さんに聞くとみんなこっちの道をおすすめするんですよね。峠越えだったんで1巡目は神山温泉の方に行っちゃったんですが、この道をおすすめする理由がよくわかります。遍路小屋第36号神山です。すごいとこにこの遍路小屋建ってますよね。いや素晴らしい。多分ほとんどの歩きお遍路さんはここで立ち止まってこの景色を見ながら大休憩を取るんじゃないんでしょうか。それぐらい素晴らしい遍路小屋です。このルートが天空の遍路道って呼ばれる理由がよくわかります。ああ、こっち歩いてよかったですね。
だいぶ下に降りてきました。アクイ川が見えます。あれアユクイ川って書いてアクイ川って読むんですよね。第二次島で残り12キロです。トイレが出てきました。ちょっと見てみます。綺麗なトイレですね。ああ素晴らしい。すごく清潔でウォシュレットもついてます。久々のお遍路かかしを発見です。ああ懐かしいですね。と思ったら反対側にもいます。この辺はお遍路かかしが多い地域なんでしょうか。ちょっと行ったところでお祭りの準備みたいのをしてます。ちょうどお盆休みだからお祭りでもあるのかななんて思ったら、なんとこれ全部お遍路かかしなんですよ。これすごくないですか。これねマジでビビりました。これすごいよね。上村旅館見えてきました。南アフリカの人昨日ここまで歩いたんですね。本当にすごい。お疲れ様でした。私はここを右に曲がって潜水橋の方に向かいます。今回玉形をルートを選んだのも、まあ、前回歩いてない道が歩きたいっていうのと、天空の遍路道を歩きたいっていうのと、もう一つがこの潜水橋を渡りたかったっていうのがあったんですよね。潜水橋は上村旅館を曲がったところから 1.3 キロなので距離はそんなにないんですが、途中で駒坂峠っていうのを越えることになります。まあ、峠とは言ってもそんなにきつくないんでですね、問題はないんですが、ちょっと雨上がりとかだと滑ったりするので注意が必要です。お、潜水橋が見えてきました。思った橋とちょっと違いましたね。こじんまりしてるというかやけに細いです。あ、結構細いですね。これ車どころかバイクとか自転車が渡るのも危ないんじゃないかっていうような幅です。こんな感じなんですよ。人間もすれ違うのはちょっと厳しいでしょうね。いやーとても気持ちのいいのどかな橋です。はい、再び県道に合流です。さっきの上村旅館のところを曲がらないでまっすぐ来るとこの県道をひたすら歩いてくることになります。少し遠回りになるみたいですけど、雨の日とかはそっちの方がいいかもしれないですね。この下にはトイレがあるようです。定期的にトイレがあるのでこれはとても助かります。川向こうの道は1巡目の時に歩いた道ですね。やっと自販機が出てきました。すだち庵からここまで自販機が一度もなかったんで、すだち庵のあたりから出る人は飲み物を多めに持っといた方がいいと思います。この橋を渡って川向こうの道に合流します。第二次まで残り 5.4 キロです。あと1時間ちょっとでしょうか。あ、この看板見覚えがあります。キャンプ場なのに素泊まりかって書いてあります。個人的にはキャンプってなんとなく素泊まりメインの気がするんですけどね。気のせいでしょうか。ちょうどお盆休みなので大勢の人たちが川で遊んでます。気持ちよさそうですね。くれぐれも事故のないように気をつけて遊びましょう。あ、この看板も見覚えがあります。ちょうどこの辺りで前回お腹が減ってきて、飯が食えるところ探してたんですけどね、なかなか見つからないところにこの安らぎっていう看板見つけて行ったんですけど、閉まっててね、飯が食えなくてさまよった記憶があります。徳島市まで戻ってきました。いやお腹減ってきました。確かこの先に山ちゃんっていうお店があったはずなので、今回もそこで昼飯を食おうと思います。そういえば前回あたりから、自撮りで語りを入れるのを完全に忘れてますね。もう本当にね慣れてなくて申し訳ないです。山ちゃんに着いたんですけど、なんとやってません。もう閉店なのかお盆休みなのかわかんないですけど、これはまずいですね。お休みなしてに到着です。ちょっとこの中で休憩しようかなと思ったんですけど、ここねなんとやってなかったんですよ。確か中にね前来た時にはみかんとかがあったので、それを昼飯代わりにしようと思ったら空いてなくて、張り紙見たら今閉鎖中みたいなんですよね。
いやー、これもね、誤算です。途中のセブンイレブンで買えばよかったんですけど、なんとなくコンビニ食べるのも気が向かなくてね、結局何も買わずに大日寺に着いちゃいました。13番札所大日寺です。今回は13番から16番まで、参拝するんですが、わざとじゃないんですけど、なんとなくいろいろと撮影漏れが多くて申し訳ありません。漏れちゃったものに関しては前回の1巡目の動画のを流用させてもらってます。きちんと撮ったつもりでいたんですけどね、ボケちゃったんでしょうか。本堂を参拝して大師堂も参拝します。この先に食事処があることを祈りつつ上洛寺に向かいます。ここを左に曲がると明財旅館花があるんですが、本館がこの看板本館はやめたよ、これなかなかですね。明財旅館のご主人はとてもいい方なんですが、あー書くってことは何かあったんですかね。なかなかシンプルでインパクトのある表現でした。自撮りで語りを入れるっていう話、初日に積極的に入れてきたいなんていう話をしたんですが、途中から完全に忘れちゃってるんですよね。私もともと自撮りっていうのをやり慣れてなくて、全く習慣がなかったもんですから完全に忘れててね、とっても残念です。第2回の歩き遍路の時にはなるべく忘れないで入れていこうと思います。上楽寺まであと1キロちょっとぐらいですかね、もうだいぶ近づいてきました。徳島市に近づいてきてからは自販機がたくさん出てくるので飲み物には困らないんですが、これだけ家があるのに食事どころがないのがちょっと残念ですね。前回の記憶があんまりなくてね、当てにしちゃったんですけどしくじりました。もう飯は食えないですね。14番札所上楽寺です。昨日の小三寺の疲れと今日のこの暑さ、しかも後半の舗装路をずっと歩いて暑さ倍増っていうのもあってかなり疲れてきてます。疲れのせいか鐘をつくシーンに自分が全く映ってません。ほんとやんなっちゃいます。なんとか流水岩の庭園は撮影を忘れなかったようです。本堂を参拝して、大師堂も参拝します。上楽寺から国分寺に行く歩き遍路道は入り口入ったところの方に戻らないで、このままお寺の裏の方に抜けていきます。前回は途中で道が分からなくなっちゃって戻ったんですよね。今回は、なんとか道を見つけようと思います。ずっと行くと奥の院に出るので、これをさらに奥に行くんですが、この辺りでね分からなくなるんですよね。あれどこが辺の道なんだろうと思ってこの間ここで引き返したんですが、よーく見るとあそこに遍路シールがありました。ここ入ってくんだったんですね。気づきませんでした。はい、それでは国分寺に向かいます。国分寺はすぐそこなので、15分ぐらいで到着です。だんだん雲行きが怪しくなってきました。15番札所国分寺です。本堂を参拝して大師堂も参拝します。前回は本堂が改修中だったんですが、今回は工事が終わってました。七重の塔神祖、729年から748年頃のものなんだそうです。それでは16番観音寺に向かいます。この看板よく見てもいまいちわからないので、前回の記憶を頼りに歩いていくことにします。
夏って夕方頃に一雨バーッと降ること多いですけど、今日もねもうすぐ降ってきそうな予報なんですよ。雲がみるみるうちに暑くなってきました。観音寺左 1.2 キロ、前はこの太い通りを歩いてったんですが、こっちの細い道の方が辺路道っぽいのでトラクターの後ろを歩いていきます。この用水路二重になってます。なかなか見ないタイプですよね。16番札所観音寺です。このお寺は見る書物によって観音寺だったり観音寺だったりするんですが、四国88箇所霊場会のホームページでは観音寺になってたので、私は観音寺で統一しようと思います。本堂を参拝して、大師堂も参拝します。観音寺では、本堂と大師堂を両方取り損ねるという失態をしてしまいました。そんなことありえますかね。データが消えちゃったのかな。いやー、ほんとすいません。このまま17番の井戸寺に向かおうかとも思ったんですが、雨も降りそうだし、もう疲れちゃったんでね、時間はまだ早いんですが、もう宿にチェックインすることにしました。遍路道沿いにある、旅館うろころさんに今回はお世話になります。チェックインしたのがまだ3時前だったんですけど、チェックイン自体はできるんだけど、まだ時間早いから井戸寺に行ってきなよってね、おかみさんに言われたんですけど、ちょっと根性なしで申し訳ないんですけど、雨がどうしても心配でね、いやもう今日は休みますと、言って、中に入れてもらいました。私、民宿と旅館の区別がいまいちつかないんですが、確かに民宿にしてはお部屋が広くて綺麗ですよね。ちょっと古めですけど、きちんと管理されてる印象があります。空気清浄機もあるし、テレビも大きめなのがあるし、もちろん Wi-Fi も完備されてました。あとこれですかね、旅館っていうと披露宴っていうんでしたっけ。古めの旅館でよく見る間取りですよね。これがあると旅館なんのかな。あ、今にも雨が降りそうな雲です。早めにチェックインして正解だったんでしょうか。続いてトイレチェックです。トイレは古い感じですね。ウォシュレットもついてないですが、清潔に、掃除されているようです。この左側が、食事処ですね。ここを左に曲がると洗濯機とかがあります。洗濯機も乾燥機も有料でした。2機ずつ置いてあります。さらにその先に行くとお風呂があります。お風呂は、家族風呂なんですが、そんなに広くはありません。洗い場も1個のみですね。まあお遍路宿としては普通でしょうか。それでは夕食です。今日は、私ともう一人、お遍路さんがいたんですが、その方があの藤井寺の駐車場で、着替えてたあのおじさんでした。いろんなお話させてもらってね、楽しかったです。料理がとにかくすごくて本当に美味しいし、力入れてるのがすごくわかります。なんか取り損ねちゃったのもあるんじゃないかと思うんですけど、本当どれも美味しくて、料理は最高でした。おはようございます。今朝もいい天気です。今日も夕方から雨の予報なので、なるべく飛ばして歩いていこうと思います。朝食です。料理に力を入れてるお宿っていうだけあって、朝食もとても豪華でした。この料理を目当てに泊まるお遍路さんもたくさんいるということで、ただ食べてみてね、やっぱりうなずけましたね。本当に品数多いし、美味しくて、満足感高いです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回が2巡目第1回歩き遍路の旅の最終回になります。ぜひご覧ください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。